皆さん、こんにちは。ダイナカストの坂本です。えっと、それでは今日は学ぶ編のダ大カストの DFM ということで、えー、よろしくお願いいたします。はい、えっと、まず DFM ですね。えっと、最近よく聞くと思うんですまあ英語でいきますと、デザインフォーマニファクチャリングとかですね、も、ま、しくはデザインフォーマニファクチャビリティということで、えっと、日本語でいくとせ、製造成果、 考慮設計というんですかねまあ、その対通をなすものが、機能性の考慮設計ですね。まあ、機能のみを追求した部品設計に対して、製造しやすい設計というのをがデザイン DFM という形ですね。DFM の目的ですね、こちら書いてるんですけども、えっとまあ、機能性をとまう形です 優先して設計した部品を DFM を通して製造しやすい設計に近づけるというのが1つの目的ですね。そして2つ目はですね隠れたリスクや無理・無駄を見つけて訂正するというのが目的になります。そして DFM 実施のポイントとして2つありまして、まず、なるだけ早期に実施するということですね。変更もしやすいんでというところなんですけれども、なるべく早く DFM は実施しましょうということですね。 あと2つですね、2つ目なんですけども、えっと、さまざまな部署や会社ですね、まあ、サプライヤーなんかを、まあ、招いてですね、え、やると効果がよりあるということになっております。そして、あの、DFM のアプローチとしては大きく5つありまして、えっと、下に書いて、工程、形状、材料、使用環境、基準ですね。 まあ工程まあここダイキャストに限ってというところなんですけども、まずダイキャスト工程かどうかというところからの問いですね。形状がですねまあダイキャスト工程で製造しやすい形状になっている、設計になっているかというところですね。この2番のところが、いわゆるそのよく DFM でディスカッションされる場所ですね。3番、マテリアル、材料ですね、適最切適切な材料が選べているかというところもまあ見直す機会になると思います。 あと4番が環境ですね。使用環境はどんなものかっていうところですね。えー、まあ材料なり表明書になりをここでちょっと話し合うということですね。あとは基準、最後基準ですね。えー、まあ遵守すべき基準は何かということも考えながら進めていくという形ですね。はい。そしてダイキャストの DFM ということで、えっと、こちらからダイキャストにフォーカスするんですけども、えっと、ダイキャストの不良についてはですね、こちらになると、その、 4割が製品設計、そしてもう4割が金型設計ということで、8割方何かしらの設計にかかる要因が多いということですね。つまり、金型ができてしまったときには、その8割っていうのはもうほとんどどうしようもなくなっているという状況なので、これが先ほど言いました、やはり DFM をですねなるべく早めに行うというのの一つの理由にもなります。 えと製造性の考慮した設計というのがどういうものかというのがこちらになります。一番左がも、ねえー、ともとの構想ですね。これはその部,品部品としてその機能を満たすにはこの形状だというのがこちらの形状ですね。そして、まあ、DFM を、えー、減ってです、ね、あの一番右の形状に持っていくという形ですね。まあ、製造がしやすくて こういった無駄な肉も排除して、まあ、軽量化して、まあ、コストダウンにもなるんですけどもです、ね、あとリブをつけて強化するとかですね、まあ、こういった形、あのおまあ、作りやすいですし、あの無,駄無理や無駄を省くというので、まあ、DFM というのは実施されるということですね。はい、そしてあの、えっとまあ、製造性設計なで、の製,製造しやすいというところで、あのー まあ一般的にそのダイキャストをするためのですね、設計のガイドラインのようなものがありますので、簡単に説明していきます。まず、こちらは、あの、交差ですね。えっと、こちらはですね、まあ、あの部品によっては、こういったあの、まあ、これですと、こういう、あの、上型と下型に分かれているような部品なんまあ、スライドもありますけども、ですけども、まあ、上型のみで作られる寸法、この E の位置ですね、こういったものは、どれぐらいの交差で出るかとかですね、逆にそのパーティングラインですね、 をまた,えた場合はどういった交差が出るかというのがまあ一般的なものがありますので、こういったものも検討に入れていくという形ですね。あとはえっと大活数いきますと、やはり勾配が必要になりますので、勾配がつけてるか、内側の壁の勾配、外側の壁の勾配、どのくらいあるかというところもあの話の一つになってきます。あと、角 a r というところですね。 中の R ですねがどれくらいかとか、外がどれくらいかとかですね、という話ですね、中の R については、例えばそのこの材料の流れとかですね、表面処理があるときなんかっていうのは、このちょっと R を少し大きめにつけて、表面処理がきちんと乗るようにしましょうっていうような話とかですね、外側の R については、打根がつきやすいので、なるべく R を大きくしたりとか、そういう話し合いになってまいります。 あとはさっきもあったんですけど、軽量化ですね、こちらの左側が、これがその機能を満たすためのだけの部品、形状ということですね、ただしいらないところをですねこういうふうに2個を取って、軽量化して、コストダウンにもなりますし、実はこういう厚肉の形状よりも、こちらのほうが強度が強いこともありますので、こういったところも DFM で発見していきたい内容になってまいります。 はい、あとは,、えっと、これはリブですね、えー、これあの、リブがないとき、えー、リブをつけた状態なんですけれどもあの、こういう外側からです、ね、この中に入っていく段階で、まあ、リブをつけることによってです、ねまあ、強度も増しますし、あのえー、その材料の流れがです、ね、ここに流れやすくなるということですね、そして、まあ、リブの上に押し出しピンのマークをつけたりとか、こういう内容になっております。 ちょっと簡単なんですけども、ダイカストの DFM ということで説明しました。詳しくはです、ね、ウェブのセミナーでダイカストの設計とかですね、暗闇ダイカストの設計という内容がありますので、そちらをご確認いただければ、もう少し今お話しした内容の詳しい内容が出てますので、そちらもご確認お願いします。あと、最後にアンケートありますので、こちらもお願いします。今からチャットのところに出てくると思います。 もうすぐ出てますそれであの、あとですね、えっと、こちらないんですけど、あの10月の6日に、ですね今度はあの、えー、少し長めのほほほ、本来のウェビナーがあります、9回目ですね、えー、軽量化についてというテーマでありますので、こちらもぜひあのご確認いただければと思いますので、えー、よろしくお願いいたしまます、はい、それれでではは今日はこれまでになります。 どうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。失礼します。